生きてるよ。キングオブコントリベンジャー世界最強ルーザー決定戦予選 B ブロックを制するのは一体誰だ。賞金奪い合いネタバトル総取り。実力派コント師集結 B ブロックのマッチメイクは、記録も記憶も残せなかったコント師リベンジバトル。これまで決勝に進出するものの記憶も記録も王者に奪われたルーザーたちのマッチメイク。まずは一組目、2021年決勝8位そいつドイツ。あーツアーがなんだあれ、記憶にも記録にも残らなかったとか言いやがってよ。ああ舐めた口聞いてんじゃねえよ。舐めた口聞いてんじゃねえぞ。ええか、俺らが本気見せてやるぞ。俺らが本気でやりゃな、記録にも記憶にも残るんだよ、バカ野郎。お前見たよ、お前ビスケットブラザーズゾフィー聞いたことねえよ。キングオブコント言ってたのか。言ってたの知らないよ。俺らのことバカにしてる奴ら知らねえよ。もう一回言っとく、知らねえよ。はい。2組目、2017年決勝8位2019年決勝5位ゾフィー。記憶も記録も残せてないコント師、ネーミングセンス一生忘れないから。本当に根に持つタイプですから。本当にこれ絶対忘れないから。絶対忘れないわ。福ちゃん、うん、記憶残ったし。残ってるし、人形だけ残ったし。配当がね、なんだよ、居酒屋を経営してて、うん、その借金が今4,500万円。まあね、取らないと、うん、シャレなんないから。シャレなってない、金ねえんだよ、うん、絶対勝ちますからね。本当は勝てなかったらチェだぜ。3組目、2019年決勝6位ビスケットブラザーズ。記録にも記憶にも残らないって言ってますけど、分析した結果次はもう大丈夫っていうのがもう見えてますんで、コントもやっぱインテリジェンスの時代というか、大阪はねもうコントはもうデータの時代になってきてるんですよ。東京ってまだアホやな、アホなコントしてるなっていう、それがもうダサいなっていう。面白いは数値化できる。キラーン総取り YouTube ということで、今日も寂しく一人で総取り YouTube やるということなんですけど、さやの村からお手紙を頂戴しております。今回のキングオブコントリベンジャーズ世界最強ルーザー決定戦最高でしたね。そうそう、実は総取りのキャッチコピーってネットでバズってるんです。問題は全問正解目指して頑張ってください。ちなみに私は全部正解したけどね。さやの村、絶対嘘じゃない、正解したの全部。ネタ披露前にドン有田がコールする総取りオリジナルキャッチコピーからクイズを出題。どの芸人のキャッチコピーか、ご覧の皆さんも一緒にお考えください。総取りキャッチコピー当てゲーム、イエーイ、やってみよう。1問目、ギタリスト情熱、お見送りさん違う、冷やし中華始めました、雨宮さん、やったー。2問目、遊戯場の本当は方、え、全然わかんない、ヒント欲しいっす、お願いします。頭文字はダです。ダイアンさん、ダ、小学校とかにもある遊具ですかね。小学校にある運転シーソー。あー、わかった、男性ブランコさんだ。まあ、だから遊戯場ってことか。なるほどね。3問目、誰だ、これはピンですか。言ったらヒントになりますから、欲しいんだったら何かしら。だって全然これヒントないじゃないですか。キングオブバカってバカ王ってことですよね。あれ待って、ハリウッドザコシショウさん。よっとー、ヒント出し
確かにバカ王って思って一番最初に出てきたのがザコシさんでした。グーはーってやつ。黄昏ね。大好きだもん私ザコシさん。4問目。焦燥の、あ、待ってこれ見た、これ見た。待ってね、刀剣ってなんだろうな。犬、わかった、スタンダップコーギーさん。ひー、すごい。いや、なんすかこれ、なんすかこれ。喜びの前。嬉しい。確かにこのキャッチコピー考えてる人すごいわ。5問目。千年に一度のクレイジーバカ。千年。飯山本が登場した初回シーズン。初回に出てる。コンビですか。コンビです。漫才師です。ダメだ。動きは相方がいるとして、そうか、最近やってます。はい、じゃあ、あー、鶴瓶さんが大好きな人たち。待って、ランジャタイ。いや、めちゃめちゃ難しかった。でもこれ、左右の村全部答えたって言ってたけど、本当？絶対嘘でしょ。今度はじゃあちょっと私が抜き打ちでさやの村にチコピー当てゲームをしたいと思います。さやの村、覚悟して。放送は9月12日月曜24時58分から。